今日も久世福商店に来てますよ。久世福商店。じゃあお菓子ですか。今人気なのがこちらの割れかりんとうミックス。あ、割れかりんとうミックス、はい、今だとおこげせんべいも人気。味は3種類。こちらはのネバネバ昆布っていう。これ美味しいですよね。はい、そうなんです。ネバネバ昆布だ、はい、あ、野沢菜ネバネバもある。はい、日本のうまいものが集まってます。新商品のご飯のお供がこちらの大人のシャケシャケ明太っていうのが入荷しました。国産の鮭と明太子と唐辛子、本当シンプルな味付けになってます。で、鮭のうまみとこう甘み、あとは唐辛子の効いた明太子のピリ辛感、ご飯がすごく進みます。聞いてるだけでも本当に美味しいので。本当に美味しい。ご飯がもう足りなくなります。もう迷ってしまうぐらい美味しい商品がたくさんありますが、好きなものを選んでいただいて素敵なギフト、オリジナルのギフトが作れる、オリジナルの詰め合わせギフトがお作りいただけます。白いご飯が大好きな方はもう来てほしいですね。ねえ、山川さん、はい、ぜひお待ちしております。全然違うとこ見てないですよね。